はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画のね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近ですね、その体で感じることがあってですね、まあ、ここ1ヶ月ぐらいはですね、その帯状疱疹という病気で、ね、悩まされたんですけども、まあ、その裏側でですね、実はその口の中のただれっていうのがね、少し、ね、落ち着いてきていました。まあ、この口の中のただれっていうのはですね、そのほっぺたの内側をね、そのまあ広範囲にわたってね、その口内炎ができていた状態がね、まあ、退院してからまあ1年半ぐらい経つんですけども、まあ、一向にね、収まることが、ね、なかったんですけども、まあ、最近やっとマシになってきました。まあね、マシになったというのはですね、まあ、一時的なものなのか、まあ、これからね、マシになっている状態がまあずっと続くかどうかわかりませんけども、まあ、後者であることをね、願いたいもんですね。というのもですね、まあ、昨日このあのね、スズキのお魚のスズキってあるじゃないですか。あれのね、ムニエルと、まあ、ホタテのバター焼きをね、作って食べたんですよ。そのスズキのムニエルはですね、まあ、塩コショウをして、まあ、小麦粉をつけてね、バターで焼くんですけどもね、あのね、でもね、僕の一切れ、スズキの一切れだけはですね、あのまあ塩分でその血中濃度がね、上がるのをね、こう避けたいためにですね、まあ、塩コショウはせずにですね、普通に小麦粉だけつけてバターで焼きました。ほんでそれをね、食べたらですね、口の中にね、痛さをね、感じなかったんですよ。もちろんその小麦粉でね、小麦粉が焼けた固まった硬さに対してっていうのは痛さは感じましたけども、まあまあ痛いんですけども、塩コショウでの味付けをしなかったがために、ほっぺたの内側の、ね、粘膜にね、染みることはね、ありませんでした。でほんでね、その子供と奥さんのためにね、まあ、焼いたスズキはですね、まあ、もちろん塩コショウをして味付けをして調理したんですけども、その子供が一口もね、口に入れなかったので、まあ、二切れ余ってたわけですよ。ほんでね、その余ったスズキをね、食べてもまあいけるかなと思って食べてみたところですね、まあ、それほどね、痛みを感じることはね、なかったです。染みませんでした。口の口内炎のところにね。まあでもね、その塩コショウをしたとはいえですね、まあそこまでたくさんのね、塩コショウをこうバーッと振ったわけじゃなかったので、まあもちろん家族にもね、減塩とかっていうのをね、こうしてもらいたいので、まあ、そこまでたくさんの塩コショウをした振ったわけじゃないかったので、まあ味付けはね、すごい薄かったのがね、ちょっと功を奏したんだと思います。でもね、やっぱりですね、その塩コショウで、まあ、少しだけでもね、味付けをしたスズキはですね、こう後からじわ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 とね、そのほっぺたの内側の粘膜をね、刺激してきて、ちょっとね、痛くなってきましたわ。やっぱりね、まだね、完全にね、治ってないので、まあ、ちょっとね、調子に乗ってしまいましたね。まあ、僕の口の中っていうのはね、そもそもなんでこんなにその障害を抱えているのかと言いますとですね、その、まあ、粘膜障害もそうですけども、あの歯もね、虫歯だらけになってるんですけども、まあ、そのね、全ての始まりっていうのはですね、白血病の治療のためのね、骨髄移植にありました。僕はまあ振り返れば2018年の3月にですね、白血病と診断されて、その白血病細胞をね、滅殺するためにですね、抗がん剤治療をしたんですけども、全く回復しませんでした。しかもね、その時にやってた抗がん剤はですね、まあ、かなりの強力なね、力を持った抗がん剤やったみたいなんですけども、僕の体に発生したね、その白血病細胞の方がね、まあ、強かったみたいで、全く効果がなかったみたいです。それをね、見たね、先生がね、もうこれは骨髄移植しか方法はないとね、判断してね、まあ、早い段階でね、その骨髄移植をね、勧められました。そしてね、その骨髄移植をするためにはですね、まあ、少しでもその白血病細胞をね、減らしておかないといけないということで、あの、まあ、3月から始まった治療がですね、4月5月、6月、7月っていう風にね、毎月繰り返してね、抗がん剤をね、受けたんですよ。毎月ですよ。毎月抗がん剤をしてたので、その分毎月抗がん剤による副作用がありました。
まあ、その時はですね、まあ、その時なりにそれなりにですね、各臓器とかね、粘膜障害が出てですね、まあ、口の中にももちろん出て、まあ、味覚障害も出て、まあ、いろいろ副作用をね、で苦しみました、いろいろ体験しました。まあ、そんなね、あのたくさんのね副作用で苦しみましたけども、まあ、毎月の抗がん剤をね続けていくことで、まあ、なんとかあの白血病細胞をね少しずつ減らすことができて、まあ、8月にはねやっとね骨髄移植を受けることができました。まあね、この骨髄移植を受ける直前に、まあ、1週間前なんですけども、あのその時にやったですね、超大容量超高濃度抗がん剤っていうのがあったんですけども、それをねせなあかんかったんですよ。でもそれが一番きつかったですね。その時はね、まあ、ありとあらゆる各臓器に副作用が出ました。でもまあね、それぐらい被害があって、まあ被害じゃないな、障害、まあどっちでもええわ、とりあえずその臓器障害があって、まあ、各臓器がまあ正常に機能しなかったがためにですね、まあ、結構点滴をねしまくってました。飲み薬も飲みましたし、でもその飲み薬を飲むとね、その、あの粘膜障害でね、うわーで全部吐き出してしまったりね、まあ腸にね障害が出たんで、もう下痢が止まらんかったりとかしてましたね。あとまあ全身の痛みとかね、いきなり高熱が出るとかというのもありましたし、でまあそれでそんな乗り切ってたんかな、わかんないですけど、まあ結構ねちょっと引きずりながらなんですけども、まあ、やっとその骨髄移植をする日が来てですね、もうその先ほども言いましたけど、副作用がねその収まることがないまんまやったんですけども、まあ、無事にね骨髄移植というのをね済ませることができました。でもその骨髄移植でね、さらにねその副作用と合併症がね、まあ、出てくるわけですよ。でもそのね副作用と合併症をできるだけ抑えるために免疫抑制剤という薬をね飲んでいます。まあ、その頃から飲み続け始めたんですよ。まあ、今でも飲んでるんですけどね。でその僕のそのね動画を見ていただいてる皆さんは、ずっと見ててくれてる人たちっていうのは、まあ、よく耳にされる言葉と思いますけどね、その免疫抑制剤という言葉ね。でその免疫抑制剤にもね、まあ、副作用がありましてですね、まあ、それによって各臓器に影響が出ます。骨髄移植でね影響を抑えるために免疫抑制剤を飲んで影響が出てしまうっていうね、もうわけわからん感じになっているんですけども、そんな障害ともね今でもね共に生活をね送っています。まあそんなね共に生活をね送ってね仲良くしてるつもりなんですけどもね、仲良いっていうのかな、わからないですけども、まあ今はねめっちゃマシになってるんですよ、その障害もね。でまあ唯一残ってたのが口の中のただれ、粘膜障害ですね。まあ、それが今になってようやく、まあ、少しだけですけどもマシになってきました。まあ、先ほども言いましたけどもね、その一時的なもんかもしれませんし、ね、ちょっとしたらまたバッと出てくるかもしれません、この粘膜障害がね。しかし、まあ、このまま落ち着いてくれるのかもしれません。まあね、その今の自分の体でそれをどう確認しようかっていうのはですね、まあ、それはね、まあ、いろいろとねたくさんの食べ物を食べていって、自分の体でね確かめていかなければね分からんことですけども、まあ、あまり調子に乗りすぎるとですね、先ほども言いましたけどね、その後から痛くなる、じわじわ痛くなるっていうほどのように、あの痛い思いをするんで、まあ、味付けにもね気をつけてやっていきたいと思っております。やっぱりね味付けがねされている食事ってねやっぱ美味しいんですわ。でも塩分がね少しでもあったりね、そのお砂糖の調味料とかをね使ってしまうとですね、まあ、悪玉コレステロールであったりとかね、血中中性脂肪が上がってしまうし、まああとねその最近忘れてはいけない、その僕の体ではね、そのあの一番気にせなあかんというところで、ヘモグロビン A1C というね、あの糖尿病を測る数値っていうのがね上がってしまいますので、まあ、その辺も考えなきゃいけません。難しいですわ、ほんまに。まあ、自分の体の気持ちを優先して痛い目を見るか、まあ、それとも体のことを考えて辛抱してみるかですね。まあね、自分の欲を取るか、そのまあ何もできへん、美味しいものを食べられへんというそのストレスを取って、あの体の状態を維持するか、まあ、そんなのをね考えながらね戦っていきます。といった感じでね、今日はね、口の中の粘膜障害が少しマシになってきてましたけども、まあ、調子に乗って味付けをされた食事を食べたら、痛い目を見たというお話でございました。今日は以上です。最後までいただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。